皆さんこんばんは。東京ラジオチャペル、愛は負けない。今夜もお聞きいただきありがとうございます。いや、2月7日火曜日、トゥースデー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。お相手は私、毎日働き毎日遊び、元しくじりボクシー、今女装ボクシー、ジミーチャペル、よろしくお願いします。そしてこの方、グッドイブニング、アーサー・ホーランドでございます。イエイ、こんばんもよろしく。よろしくお願いします。いや、人生は前向きが一番だね。はい、前向きですよね。ねえ、物事は前向きだよ。まあ、後ろ向きになることもある。はい、人間だから、落ち込むこともある。はい、挫折することもある。はい、でも、ドンマイっていう言葉あるけど、ドンマイ、ドンマイってね、あれ、ドンマインドって意味だよね。そっから来てるんですね。ドンマインドっていう言葉を、日本語で言うと、ドンマイ、ドンマイって言うんだよね。だから、心配しちゃうんだよ人間って、必要以上にマインドを使いすぎんだよ、マインドを使いすぎる、だから聖書の中に、先のことを思い出すな、後のことを、また昔のことを考えるな、考えるっていうのはドゥエルだよね、ドゥエル、そこにずっととどまっちゃう、ネガティブな方向に行っちゃうっていう時もあるよな、だから先のことを思い出すな、昔のことどもを考えるなってね、囚われすぎるなよってことだよな、見よ、私は新しいことをするって、見よっていうのはある意味で英語で言うとパーセプションだよな、その視点を変えろっていうことだよな、お前をずるずる負の連鎖に引きずり込むね、そういうマインド、またドゥエル、考え方から意識を変えろっていうことなんだよね。だからこれは自分自身が意識改革しないと、俺たちはやっぱり習慣の生き物だから、習慣の虜になるわけさ、ってことは人のせいにできない部分で自分で自分をその負のスパイラルに追いやってしまう、思考回路を持ってるってことだよね、だからその思考回路から脱皮しろって、脱皮できんだって、これって、ネガティブなことを言う人っていうのはネガティブなマインドに操られちゃうわけ、でもネガティブからポジティブになるってことは、これはあなた次第なんだよ、誰のせいでもないんだよって、人生って山あり谷ありで、いろんなことがあるけど、嘆いてもね、あなただけじゃないんだ世の中で苦しんでるのはって、でもそういう中にあって、その苦しみを肥やしにし、毒を薬にし、そしてね、挫折を成功のもとに変える人たちもいるわけだ、それは別に特殊な人じゃないんだよ、心なんだよ、心の変化なんだよ、心次第なんだよ。そうですね、言ってること分かる、ジミー。はい、分かります。どう、お前の感想としては。僕もね、結局過去の失敗とか過ち、よく、その考えすぎる時もありました。こうしたらよかったとかね、ああしたらよかったとか、でもその時できなかったわけだから、でその時こういうふうに思えなかったんだから、今更悔いても仕方ないなって、やり直せないし、ね、その時はその時でそういう風に行動しちゃったんだから、もうしょうがないよなって思えるようになりましたよね。俺はやっぱり逆説的っていうか、人が批判してたら人を褒めることが大切なんだなと教えられるわけ、だからネガティブなものに対しては、ネガティブに応えるんじゃなくて、それを肯定的に、その人の毒を薬に変えるっていうのは、その人にできなくても俺にはできるわけです、だからそれは俺次第だよな。そうですよね。だから影響っていうのは、影が形に従い響きが音に応ずるって書くけど、結局その人の言葉を真に受けるから影響を受けるわけです、でそれをなんていうの、スルーするとか、だからある時は聞かなくていいことを聞くから問題なんだよ。聞かなくなればいいんだよ、一番簡単なのは。なるほど、
ね、あるものを見るから影響を受けるわけ、見なきゃいいんだよ。あ、ですよね、うんうん、それができるのはあなたなんだよ、うん、確かにこの SNS いろいろ読んでてやっぱ影響受けますからね、うん、あの読まれる感じは、うん、だからあのでも自殺する人もいるじゃないそれで確かにそれでね影響受けてね、で、やっぱり人って、あの便所の落書きを、ね、あの真に受けちゃうわけ、はい、缶壺を真に受けちゃうわけ、だから見なくていいものを見、聞かなくていいものを聞いている、はい、もっと自分の得になるものをインプットすればいいって、本当の友達なのか友達じゃないのかっていうのは、やっぱり自分自身が選択していかないといけないってことだよな、はい、友達だったものが裏切ることだってあるわけさ、もちろんその後に許すっていうことだって芽生え、和解というものも起きるよね、はい、でも、はい、夫婦でさえ二人三脚で、はい、そこに成り立つのは互い愛し合い許し合いコミュニケートできるかできないかという話 ね、コミュニケーションが一方通行で、ずっと、ね、批判され続けてたら、続かないって、そうですよね、絶対に、うん、それは夫婦はなるべきものだと思ったけど、いやボタンの掛け違いなんだってところを反省しなくちゃいけなくなるかもわかんない、だって変われる人と変われない人っているんだから、うん、変われない人を変わろうとしても無理なんだよ、うん、で変われない人のそばに、ね、寄り添うことができる愛情があればいいけど、人間って、ね、理想はそうだけど許せない愛せないってことだってあるわけだ、はい、じゃあそういう中で友情関係が続くかとか、はい、夫婦関係が続くかって言ったらそうじゃない、だから世の中に離婚があるわけさ、そうですよ、だから世の中に別れがあるわけ、うん、でも大切なのはね、ある意味で愛するっていうことは、売り言葉に買い言葉をしないっていうこともあるじゃない、はい、だから愛っていうのはいろんな意味でものすごく広くて深くて、結局は神とつながらないとわからないところがあるよな、はい、だって神の愛は永遠の愛で、はい、愛は寛容であり親切だと、また人を妬みません、愛は自慢せず高慢になりません、礼儀に反することをせず自分の利益を求めず、怒らず人の下悪を思わず不正を喜ばずに真理を喜ぶと、愛は全てを我慢し期待し信じ耐え忍ぶと、愛は決して耐えることがないと、そこの中に名前に、ね、愛っていうところにジミーって入れてジミーは寛容であり親切ですと、いやー、いや寛容じゃないな親切じゃないな、アーサーは全てを我慢し期待し信じ耐え忍びますって、いや我慢できないすぐ切れちゃうな、ね、結局自分の名前入れたら全然そうじゃない、しかしその俺らに神は寛容であり親切で、はい、全てを我慢し期待し信じ耐え忍び、ってことはそうじゃない俺らがそうである神の愛を自分に対して神はこう見てくれているんだということを受け止めて体験できるならば、その体験が許せない人を許し愛せる人を愛して許していけるようになる、だからある意味で人の問題自分の問題でもあるし、うん、その問題に対しての対処の仕方を人はこうするけど自分はどうするんだっていうのは神との関係の中で見出していくしかねえよな、うん、願わくばその理想に近づく人間になりたいなと、理想から遠ざかる自分だということを意識しながら、でも理想に近づく自分でありたいなっていうそこの意識改革から不思議な愛の花が咲き始めるんだよ、そうなっていきたいね、どうでしょうか、草は枯れ花はしぼむ、しかし神の言葉は永遠に立つ、草は枯れる花はしぼむ、しかしあなたを愛してやまない神の言葉はあなたを立たせてくれて、アーメン、あなたを豊かにしてくれる、うん、ぜひこのバイブルの言葉に心を傾けて携帯電話が充電されるようにあなたの魂はこの言葉によって充電されますように。 Yes. Have a good night. おやすみなさい。祝福どっさりありますよ。Radio Tepo!